あの私服の靴も結構すり減ってきたな。またそろそろ補充しておかないと。うん、自分の足に合ったもので足裏を保護してくれる。音を出しにくいものもあるし、こだわりたいね。次はどんなのを買おうかな。今回はパスかな。水たまりがあるところなら長靴でもいいけど、色が派手なのはやっぱりね。うん、あのヒールがあるやつだね。地面との接地面が少ないと音があまりしないし、前傾姿勢になって猫っぽく動けるんだ。どこぞの野生児なバカ犬と違って、私は文明人だからね。足の皮は薄いから森とか山じゃ厳しいかな。